いつもご視聴ありがとうございます。今回はボールがピンに当たった時の立ち位置を考える方法をご紹介したいと思います。まず、ボールがレーンの手前でこのように、この辺りに当たったとします。 そうすると、ピンのボールが正面に当たっているので、厚いということになります。この場合は、立ち位置を左に2枚ずらして投球します。反対に、ピンのこの右側に当たった場合、 は薄いといととうことになりますその場合は1投目で投げている位置よりも2枚右に立って投球しますピンの最後はこの辺りに当たってしまったときは厚すぎる裏に行きすぎてる ということになるので立ち位置を3枚左にずらします続いてはレーンの早すぎるレーンの時の対処法をご紹介したいと思います1投目と同じように 投げていて、一投目の場合は、今のようにボールがポケットに当たってピンが倒れていても、369理論を使ってボールが1番ピンから3番ピンになった時に、369理論で 3枚右に立って投球してもボールのが3番ピンの右側を通過してしまうことがありますこの場合はレーンが速すぎるので1投目のラインよりも右側のラインがオイルが あり、ブレイクダウンが起こっていたりレーンがレーンに塗ってあるフィートが長すぎるということが考えられますその時はボールをさらに右側のスパッとスパッと2枚から5枚 右に変えて投球する場合は、ボールが外からこのように曲がってきて3番ピンに当たるといった感じになりますが、ボールを変えるという方法ももう一つの選択肢としてあります。その時は同じラインからでもボールが 3番ピンに当たります。このように早すぎるレーンの時は対象してみてください今回も最後までご視聴ありがとうございましたまた次回も投稿するので是非お楽しみにくださいチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いいたしましょう